そうなんだ。ありがとう。楽しみ。今日のランの音キレッキレだな。まあね、巴リズム走ってたけど。ごめんごめん、練習の後のランの誕生日会が楽しみでさ。なんで巴がそわそわしてるの？ちょっとつまずくところ増えてきたし、休憩しよっか。昼休みに飲ませてくれたあのお茶ある？水筒にまだ残ってるはず。全部飲んじゃっていいよ。わーい、このお茶すごく美味しくてモカちゃん気に入っちゃった。なになに、ラン特別なお茶持ってきたの？私も飲んでみたい。ひーちゃん慌てなさんな。はい、どうぞ。ん？なにこれ、超超美味しいんだけど。今まで飲んだことないくらい香りがいい。もしかしてすっごく高級なお茶だったりする？ひまりが思ってるほどそんなに高くないよ。そうなの？すっごく高そうな香りと味がするけど、トモエもこれ飲んでみて。そのお茶、私が最近ハマってる緑茶なんだ。お弟子さんの差し入れがきっかけで、飲んでみたらすっきりしてて飲みやすくって。なあ、これめちゃくちゃ美味しいな。きっと誕生日ケーキにも合うこと間違いなしだ。いや、生クリームに合うかは分かんないけど。今回はね、和三盆を使った和のケーキなんだ。お母さんと考えて作ったんだよ。あ、そうなんだ。ありがとう。楽しみ。あ、でもここでお茶を飲み切っちゃったらケーキの時飲めないな。悲しみ。そんなに飲みたいなら一度家帰ってお茶のパック持ってこようか。あ、それならみんなでランちゃん家寄ってからうちに行こうよ。ラン最高、ありがとう。御嶽さん、お誕生日おめでとう。これプレゼント、ランちゃんが喜んでくれるといいんだけど。ユキナ先輩と一緒に選んだんだ。ミナトさん、アリサ、ありがとう。これってヘアオイル？ええ、私もいつも使っているの。ミナトさんってこういうのあんまり詳しくないと思ってました。リサがおすすめしてくれたオイルなの。実は私も同じのを使ってるんだけど、髪のツヤ感とかがすっげえ良くて。そっか、リサさんのおすすめなら期待できそうだね。これ使うようになってからまとまりが良くなったっつうか、寝癖とかもつきづらくなったんだよな。最近髪のパサつきがちょっと気になってたんだよね。これってどうやって使うの？基本的には入浴後に使うものだけれど、スタイリングにも使えるわ。そうなんですね。じゃあ今ちょっとつけてみようかな。へえ、優しいローズの香り。オイルなのにベタつかなくて悪くないね。二人ともありがとう。